スーパーアンアーズアン 7362N アンアーズは日本ビクターが4チャンネルステレオの左信号ノイズ低減のために開発した音声信号用ノイズリダクションシステムであるドルビー B タイプと周波数特性上互換性があるドルビーは音声周波数帯域を低音域と高音域に分割し高音域信号を処理後に再合成する2パス方式であるがアンアーズは 非分離で合成するワンパス方式である。同技術は1970年同社が開発した4チャンネルステレオ方式である CD-4 方式で前後の左信号におけるノイズ抑制のために開発されたものである。その後、同社製のカセットデッキなどに搭載されて認知が広まり、ドルビーとの間で互換性を正式に確認した。 1980年代半ばにはドルビー b c タイプが主流となる。スーパーアンアーズは磁気テープが本来持つ高域リニアリティを向上、改善させる目的で1975年にアンアーズをベースに開発された。スーパーアンアーズは高域の高レベル信号を録音時に圧縮し再生時に伸長するもので原理としては他の NR 方式と同じである。 特徴は、従来のアンアーズ回路に、簡単な回路の追加で改善できることで、アンアーズと同じノイズリダクション効果のほか、0ビュー 10kHz 録音で6デシベル、プラス5ビュー、録音で12デシベルのダイナミックレンジの改善が可能である。ただし、アンアーズとの互換性は、全くなく、ノイズリダクションそのものの効果は、アンアーズと同じである。一部分検討で、 w ーシ c 五間との記述も見られるが誤りである。ありがとうございます。